皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の8回目、今回は一次方程式の利用ということで文章問題を2問解いています。1問目は個数と代金の問題、2問目は過不足の問題、このようになっています。では問題に入ります。1個300円のショートケーキと1個200円のシュークリームを合わせて10個買いました。この時代金の合計は2700円でした。ショートケーキは何個買いましたか、とこういう問題です。方程式を解く時、まず求めるもの、これを X にして、式を作ります。ではこの問題、求めるものは何でしょうか。そうですね、ここに書いてあるショートケーキは何個買いましたかとあるので、求めるものはこれ、ショートケーキの個数ですね。これが求めるものです。これが X ということになりますね。ではこれを元にして表を作っていきましょう。文章の中から分かるところを順番に埋めていきます。まず個数のところいきましょう。個数、ショートケーキの個数を X にしましたね。でシュークリームは分からない、でも合わせて10個ということから合計は10個、個数の合計は10個、これが分かります。シュークリームは全部で合計10個あって、ショートケーキが X 個ですから、10個からショートケーキの個数を引けばシュークリームの個数になります。ですからここは10-X個と、このようになります。ではそれぞれの代金、ショートケーキ1個、これ300円でしたから、300円かける個数、個数は X なので 300×X で代金 300X、 こうなりますね。ではシュークリーム1個200円です。200円に個数をかければいいんですね。ですから200、個数は括弧して 10-X と、ね、200括弧 10-X と、これがシュークリームの値段と代金ということになります。そして合計、代金の合計、これは2700円ですね。2700円と。じゃあこれを元にして方程式を立てていきます。代金、ショートケーキの代金足すシュークリームの代金、これが2700円になるので 300X 足す200括弧 10-X 括弧閉じイコール合計の2700円、とこのような方程式が出来上がります。さて分配法則で括弧を外します。 300X 足す2000引く 200X イコール2700となって移行します。 300X 引く 200X イコール2700引く2000になりますよね。ちょっと下書けないので、こちらに行くと 100X イコール700、両辺を100で割ると X イコール7となるので、ショートケーキの X 個、これは7個ということなので、答えは7個と、このように求めることができました。では過不足の問題に移ります。2番の過不足の問題です。何人かの子供に鉛筆を配ります。1人に5本ずつ配ると8本余り、7本ずつ配ると4本足りません。この時の子供の人数と
鉛筆の本数を求めましょうと、こういう問題ですね。今回の問題、求めるものが2つ出てきますよね。方程式って基本的には求めるものを x にして作るんですけれど、求めるものが2つある、どちらを x にしたらいいかちょっと考えなくてはいけません。求めるものはまず1つ目は子どもの人数、子どもが何人ですかという、それからもう一つは鉛筆の本数ですね。鉛筆、これが何本かと。基本的には少ない方の数を x にすると方程式が解きやすいです。まあ、どちらを x にしてもこれ方程式作れるんですけれど、大きい方の数を x にすると方程式ね、難しくなっちゃうんですよね。ですから少ない方、どっちが少ないかなって考えて、そちらを x にしてください。子供の人数と鉛筆の本数、どちらが少ないですか？子供の人数ですよね。ですからこの子供の人数を x にして方程式を考えます。まず文章から1人に5本ずつ配ると、5本ずつ x 人に配る、子供の人数を x にしますね。 x 人に配ると、まず線分図にすると、まず 5x ね、配るのは 5x です。でも8本余っているので、実際にはね、あと8本あると。だから全体はここからここまで鉛筆全体の本数は 5x 足す8本と、このようになりますよね。同じように、じゃあ7本ずつ配ったところも線分図にしてみましょう。まず7本ずつ配るので、必要な本数は、ここは実は 7x 本なんですけど、実際には4本足りないので、ここから4本分は不足しているわけです。実際にあるのはここからここまでになるので、 7x-4 ね、これが実際の本数ということになります。 5x 足す8と 7x-4 は同じ本数を表しているので、これを元に方程式を作ると、 5x プラス8イコール 7x-4、 こんな式ができますね。移行します。 5x-7x はマイナス4マイナス8と、マイナス 2x はマイナス12となって、両辺をマイナス2で割ります。 x は6と。子供の人数を x にしたので、子供は6人、こうなります。ではこの6人をもとにして、鉛筆の本数、これを出します。子供に5本ずつ6人に配った、5×6 30 5×6 でもあと8本あるよということなので、プラス8、これを計算します。30足す8となって38、これが鉛筆の本数ですから、答えは子供が6人、それから鉛筆は38本、このように答えを出せるわけです。今回は一次方程式の利用ということで2問問題を解いてみました。今回も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。